はい、お待たせいたしました。それでは、記者会見を始めさせていただきたいと思います。今日お忙しい中お越しいただきましたのは鳥取県の平井知事でいらっしゃいます。スタバはなくても砂場はあるというご発言は皆さんご記憶あるかと思うんですけれども、9月にこの、地方公論新社から小さくでも勝てるというご本をお出しになられて非常に、まあ、これ私も一読させていただいてこうなんかアイデアが、いっぱい満載詰まっているという、感じですけれども、まあ、小さな町県の中でどうやってアピールしていくのかというようなところで非常に、存在感を発揮されている知事にお越しいただきました。5時までというふうに会見ご案内していたかと思うんですが、ちょっとこの後のご予定知事が ございまして45分まで1時間ということにさせていただきたいと思いますのでご協力をお願いしたいと思います。申し遅れました。本日の司会を、させていただきます。トークラブ企画員共同通信の川上と申します。よろしくお願いいたします。それでは最初に知事の方から、まあ、30分ちょっとかけて、ですが、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本日は記者クラブの皆様からこのような機会をいただきまして本当にありがとうございました。ただいまご紹介いただきました川上様あるいは羽生局長様泉様はじめ記者クラブの皆様には日頃から大変なお世話いただいておりますことをまずもって御礼を申し上げたいと思います。今もご紹介ございましたけどもちょっと最近皆様名前を聞いていただけるようになったのは多分そのスタバの騒動があったからだと思います。あれ以来ですね、鳥取に最後にお店を出すというのは流行ってきまして今最後の聖地と言われております。なんせ鳥取県は取っとく県でございますから、まあ、そんな意味で、最後の最後まで美味しいものは取っておこうということかもしれません。この間も偉そうにというとまたこれ音力なんで叱られるかもしれませんが、ホットモットさんがお見えになりましてですねいよいよあなたの県にも店を出しますと言って来られました。その前はセブンイレブンさんが来られました。来られたびにちょっと困るんです。実はセブンイレブンは私もネタに使ってまして、セブンイレブンはなくてもいい気分になれると言ってたら本当に来ちゃいましたからこれからどうするのかということでございますが、セブンがあってもいい気分になれるということであります。ホットモットさんが来た時はですね、これで、やっと地元だと言ってですね、歓迎をさせていただいたりしました。未だに来られてないのが牛丼の松屋さんです。これ多分当分来ないと思います。松屋がなくても松葉ガニがございますので、お見知りおきをいただければというふうに思います。本日はですねいつになく緊張しておりまして、実は私の父が生前大変お世話になってました、毎日新聞の常務されていた新野先生が会場にお越しでございます。そんなようなことでですね、大変に私どもの方でいろいろと頑張っていること、皆様にちょっとでもお話ができたらなと思います。先ほども川上さんや泉さんたちとお話申し上げたんですが、鳥取県の知事がここに呼ばれるのは多分あんまりないことだと思います。これだけ名だたるライターの皆様の前でお話をできるのは多分100年に一度のチャンスだと思いますので、私どもの方のちょっとですね頑張っていることをいろいろとまた分かっていただければなと思います。先ほどご紹介ございました小さくても勝てるという本は実は中央公論の方でお世話になったわけであります。きっかけはですね、中央公論さんの企画もありまして新潟和歌山県 の知事さんと、私と、ちょっとした座談会をやった時に、やっぱりメディアっていうのは中央にの話ばっかり出すと。で和歌山で言えばパンダが何匹生まれてもなかなかニュースにならないと。で上野はちょっと動けただけでもニュースになると。でそういうわけで、ぜひ地方のことも扱っていただきたいということを申し上げまして私もその旨を、地方コロの方にまた改めてお礼方々お伺いをしたらなんと本まで今回作っていただきました。多分もう中央コロさんは地方コロもこれからやられるということじゃないかなと、感謝をしているところであります。シューマッハが言いました。約40年前のことであります。
スモールイズビューティフルという、そういうお話がございます。ただ私も10年ぐらいこうした仕事をしておりますけれども、スモールイズストロング、あるいはスモールイズパワフルと言ってもいいんではないかなと思います。東京都と私らの鳥取県ではもう像とありほどの違いがございます。例えばですね、東京都さん今オリンピックの課題だとかいろいろあります。で、私も小池さんと就任後お会いしたことがあります。で、申し上げたのは知事って結構力がありますから、やりたいことどんどん改革したらいいですよと申し上げました。小池さんは一応方も礼儀正しい方で、こんな青2歳でありますけども、先輩知事さんどうぞとか言って椅子を勧められたりされましてですね、恐縮したもんでありますが、それで今一生懸命されていて多分大変だと思います。なぜなら組織が大きすぎて、あそこにこう岩盤を打ち抜いていくのはなかなかコネのいることだろうというふうに思います。ただ小さな組織は小さいがゆえにですね、例えばコミュニティの中の人で話をまとめることができたり、あるいは意思決定をしてさっさと行動に移すということもできるわけであります。もし仮に100に1つでも小さな自治体にチャンスがあるとしたら、それが活かせるかどうかだと思います。ですから小さいことを嘆くんではなくて、小さいがゆえにできること、それを私たちで探し自ら実践していく、そうすればスモールはストロングになる、パワフルになるというふうに考えております。鳥取県でありますけども、よく言われますのはどこにあるかわからんということです。皆様はお分かりいただけていると思いますが、念のためですね、両県で島根県と鳥取県で、お互いに T シャツを作りました。この青い方が鳥取県です。小さい字で申し訳ありませんが、鳥取県は島根の右側ですって書いてあります。ちなみに左の方は島根県の T シャツでありますが、島根は鳥取の左側ですと書いてあります。結局どこにあるかわからないことになるわけでありますが、そんなわけで一緒にコラボをしてですね、売り込んだりはしてるんですが、東京からも近くございますので、ぜひお気軽にいらっしゃっていただければと思います。スタバはないけど日本一の砂場があるというのが話題になりました。正直申し上げて、これこんなにいろいろと出回るとは思ってなかったです。最初にあるテレビ局さんが私どもの秘書の方に質問状を入れてこられました。で、私は情報公開が第一だと考えてますが、どんなインタビューも基本的に受けますよということにさせていただいております。ただ秘書さんがさすがにこれは断りましょうかと言ってきたんですね。隣の島根県にスターバックスができました。鳥取は日本で唯一スタバのない県になりましたが、その県のトップの見解を問うと、このためにですね、テレビクルーを連れて、来られるということで、片道3万円ですからね、飛行機代だけで。で、それは5人だったらね、大したもんでございますけども、そうやって来られるっていうことでありますので、こっちも準備をしてですね、いろいろと反論して、むしろ鳥取を売り込もうと。で、これだけ取材をしてくれて東京でニュース流していただけるチャンスもないから、こっちの言いたいことを盛り込んでしまえということでいろいろ申し上げました。そうしたら、私どもの方で申し上げたんですね。私の方で申し上げたのは、確かにその、鳥取にはスタバはないかもしれませんが、ドトールコーヒーは3軒もあるんですよと。島根には1軒もない。しかしこれは編集の都合上カットされてました。またですね、鳥取には沢井コーヒーさんというそういうコーヒーショップがございまして、これが楽天でナンバーワンの売り上げなんです。またカフェラバールというバリスタの美味しいのがいまして、そちらの方でやっておられるのもですね、代官山に店を出したりしてとっても評判がいい。鳥取は実は喫茶店の数も多いし飲む量も多い、だからコーヒーの聖地だからスタバさんは恐れをなして来れないんじゃないですかね。これも編集の都合上カットされてるわけです。で、唯一残ったのは多分取材の意図にあったんだと思いますが、スタバはないけど日本一の砂場がありますよ、鳥取大砂丘です。で、いかにも田舎の知事が悔し紛れに言ってるっていうこの部分だけわずか5秒か10秒かだけ流れたみたいです。みたいですというのは私も見たことがないんです。自慢じゃないですけども、その系列がですね、鳥取では放送されてませんので、鳥取県民は誰も見ていないんです。
ただその今ツイートとかいろんなこうインターネットがございまして、どんどん拡散したみたいなんですね。でそれで知らないうちに何かスタバだスナバだってことは言われてるぞ。でそれが我々としては砂丘の宣伝になりまして、実は狙い通りに行ったということでありました。驚きましたのは砂場コーヒーという店までできたんですね。で新聞で見てびっくりしました。朝、こんなコーヒーができたんだと。でよくよく読んでみると、あの知り合い の, あの、まあ、飲食店チェーンなんです。普段はイカを焼いたり、まあ、のどぐろを焼いたりしている居酒屋さんなんですが、あのコーヒーを入れ始めまして、砂場コーヒーというのを作っちゃったんですね。で私もあのお店の方に、まあ知らんわけじゃないし、知らんかったから、まあとりあえず行ってみるかということで行ったら、もうやっぱりメディアさんが面白がって来られたんです。じゃあこれまた宣伝になるなっていうんで、我々はやるならシアトルを目指そうと、もうタリーズ、スタバはもろともしないというふうに規制を上げてコーヒーで乾杯をした。それが流れまして、またインターネットで話題になったわけですね。それではだんだんとあの鳥取の知られる店になってきたわけです。で私もその後はたと気がついたんですが、ダジャレには著作権がないんですね。私には結局一銭も入ってこないわけです。まあ、そういうようなことではありますけども、鳥取の宣伝にはなっているようで、今やこのグラフにありますように観光地として認知されるようになってきたということでありまして、誘客に役立っているということです。で勝手に砂場キャンペーンというのを、あの実際にスタバさんが最後に来られた時に、やらさせていただきました。まあ、あのそうしたら、あのやはりこれも大騒ぎになりまして、地元のテレビ局はあの行列を移そうということでヘリコプターまで飛ばして取材をしたんですね。そこまでするかと思いますけども、ただそれぐらいの騒ぎになって、あのおかげさまで全メディアにあの扱っていただいたわけであります。あの実はこれ、あの私の方でですね、今多分100年200年に一度の宣伝のチャンスだぞと、だからなんかアイデアを考えて、この機会になんかスタバさんの商売の邪魔は決してしないで、スタバさんはスタバさんで儲けてもらいながらも、地元に来るお客さんが増えたり、鳥取の砂丘なりの認知が上がるようにしようじゃないかと、こういうことで出させていただいたんですね。であえてあの砂かけばバーをあの使って、これ砂バー大使とか言ってですね、これくだらんですけども、なんとあの水木プロにも協力していただいてやったりしました。まあこんなことをやって、あの県全体のいろいろ PR をしようということです。かかった広告費30万円です。である広告会社があの調べたところ、テレビで扱っているその、あの時間帯だけで計算しても34億円の効果があったと、1万倍でございまして、私どもあの金はいるけど金はないんで、まあ少しですね、そうやって知恵をつけながらやろうということであります。まあ、ここにございますように、まあ話題を盛り上げながら、まああの Google 等でもあの検索が増えたという鳥取独特の PR 方法を導入しているわけです。で果てには、コーヒー の, あの購入量も本当に増えてきましてね、あの全国一位になって、今コーヒーサミットをやったり、コーヒーの聖地を目指しています。まあ、さらに似たような話ですが、あの スマホゲーム、まあ、ポケモン GO が流行り始めたときに、まあ、これが全国であの話題になりました。でぜひですね、このムーブメントを地元にも取り込めないだろうかというのと合わせて、いろんなこう問題もありますので、それに対する警告もしなきゃいけないということであります。で教育委員会通じて子どもさんについてはいろんな注意事項を即刻流しました。でその片方で、まあ、実はあの砂丘の方でですね、あのどうもあのポケモンが出るらしいという、ことが分かってきました。であの現場の方に電話をしますと、いやちょっと問題ですと、いろんなところ入り込んだりしているので問題ですみたいなことを言うわけです。でもあのそこで自動車走っとるかというと、走ってやせんですかなと。でその人がぶつかったりして危ないかというと、いや全然危なくありませんと。もう余るほど土地があるというわけですね。じゃあ多分日本で一番あの遊びやすいとこで安全なとこじゃないだろうかと。じゃあ逆手にとって開放区を宣言してしまった方が、むしろお土産物屋さんだとかお客さんも増えるんじゃないだろうかっていうことです。でその時に、まあ、あの実際にですね、あのそれをやったわけです。その時我々で実は埋め込んだのはこの掟っていうのを、まあ、合わせて書いてですね、いかにもゲーム風なんですが、まあ熱中症に気をつけましょうとか、他の人に迷惑かけないようにしましょうとか、砂丘は貴重なあの動植物がいますので、
生態系に注意しましょうということをちょっと漫画チックな表現で入れてこれ出しました。現実に熱中症の患者出なかったです。心配しましたけども。で、私もとしては広報もやりながらお客様も呼び込むという、これは全く広告費かからなかったですね。記者会見1回やっただけでわーっと広がりました。で、実際に売り上げも増えたということになりましたし、お客さんも順調に伸ばさせていただいております。まあ、正直ポケモンをやる方はそんなに多くないかもしれませんけれども、大事なのは中央のメディアなどでも砂丘の2文字が入るかどうかなんですね。で、それが実は入って広報されることで、また行ってみようかって人たちが生まれてくる。まあ、その辺が、まあ、正直狙い通りにいったかなとも思っております。またこれ最近はピンクで売ろうと。で、これは小井山形っていうローカルの駅がございますが、地図急行の社員さんのアイデアでピンクに全部染めました。ネットで炎上しました。こんなことをすべきでないじゃないかという声もあれば、可愛くていいという声もあります。大抵の役所はネットで炎上するとやめちゃうんです。しかし私の経験からすると、田舎の県の場合はネットで炎上するぐらいの方が話題になるんですね。ですから結果論として、悪いことやって炎上するのはダメですけども、話題で炎上する分にはこれはそれを読む人が増えるもんですから、大変に逆に宣伝効果はあるということです。今日は記者クラブでございますので、記者までピンクにしたというお話を申し上げたいと思いますが、記者は黒いもんだと皆さん思ってますけども、そんならまあ機関車を赤ピンクにしてしまおうと、これも正直炎上しました。特にこういう機関車のお好きな方は割と昔懐かしむ方も多いもんですから、伝統に反するということもありましたけれども、お客様は4000人1週間で来られました。普通1年間で3000人入る駅にこれだけお客様来られまして、入場料も取ってますので、そういう意味ではいい効果があったのかもしれません。まあ、こんなように、知恵を使って上発信をしようということは一つはやっておるところです。また大切なのは、今東京都の問題もそうでありますけども、小さな57万人の自治体ですから、鳥取らしいデモクラシーをやれば我々には勝ち目があるんじゃないかということです。そこでこれ議会と大激論になりましたが、常設型の県民投票制度、住民投票制度を入れた条例を作りました。激論の末、議会も賛成をしてくれたんですね。で、この中に例えば情報公開だとか県民参画の新しい手法も盛り込んだところです。例えばアドボケートプランニングといいます新しい手法ですけども、ニューヨークのグラウンドゼロなんかこれでやってます。住民の皆様のご提案に基づいて事業を考えて実行していくと。で、そこに行政が関与していくというやり方であります。また議会との関係、これも大切なことなんですね。で、鳥取は小さな議会でありますけども、実はその多分日本で一番こう議会と真剣勝負をやってるのかなとも思います。例えば代表質問、皆様も今まで県議会や、国の代表質問をご覧になったこともいろいろあると思いますが、必ず時間制限だとか、質問の回数の制限があります。鳥取県の場合、代表質問は何も制限がないんですね。決まってるのは朝10時に始まるということだけです。で、私が最初に赴任しましたときに、周りの人に聞きました。一体この議会代表質問いつ終わるんですかとお聞きをしますと、議会の議員の気が済んだら終わりますということでありまして、丸一日やってるんですよね、一人の人が。で、さらに一般質問、本会議の質問でありますが、これも実は会派による人数制限などがないんです。で、何が起こっているかといいますと、鳥取県の総議員の8割の人がですね、毎回本会議で質問するんです。で、これ私の方では台本なしで議論してますので、今日みたいな形で、こんな感じで議会でも答弁してますから、結構大変なですね、珍しい議会ということではないかなと思います。で、議会の質問時間のため、質問対策のために霞が関でやたら残業するとかですね、どこの地方自治体行っても議会対策で時間がかかるというような話があります。で、実は私就任してもともと役所出身ですから、そのバカバカしさがよく分かっていますので、もうそういうことがないようにしようと、5時までに皆さん仕事が基本的に終わるようにしようと
いうことでやってました。で、そしたら今もう超過勤務も5割議会対応としては減少してるんですね。つまりその原稿を作りません。答弁資料という関係の資料を出してもらって、こういうふうに答えてくれというようなメッセージはいただきますけど、その通り私実は喋ってないです。ですからそこはあとは中身の議論をですね、部長さんと時間内にした上で、あとは全部持ち帰ります。だから平井個人は大変なんです。夜に朝2時頃まで毎晩のように夜鍋仕事をして翌日に備えるということをやらなきゃいけませんけれども、ただ皆さんは5時に終わるということができてんですね。でこんなようなことはやっぱりやってみるとできるんじゃないかなと思います。こういう改善運動ですね。でそういうのを通じて、財政の健全化を図ってきまして、下の方に経常収支比率という財政の硬直化を示す比率がありますが、18位だったものが今4位まで、上昇することが、できました。まあ、その一つには行政のスリム化をやっています。右の方が都道府県、真ん中が国、それから左が鳥取県でありますけども、まあ右の方を見ていただくと 上役の方が多いんですよね。圧倒的にこれは国の役所もそうです。でこれを 1,2,3,4 の割合で鳥取県は変えました。まあこれは当たり前だと思います。民間企業を考えても、でそういうように変えることでだいぶスリム化ができるようになりましたし、民間の給与と同じようなレベルで、まあ給与も抑制しようと、要は民間並みにしようということを徹底しましたら、ラスパイレス指数という指数では国の 92% 弱ということで全国でも一番抑制された給料になりました。でこういうようなことなどと定員管理を合わせてやりまして、大体年間数十億ぐらい浮きうるわけですね、従来よりも財源が。でこれで思い切ったことをやっていこうということです。これは念のため舛添さんの時に話題になりました、海外出張、私がよく、貧乏県として引き合いに出されました。でファーストクラスじゃないビジネスクラスをいつも使ってるとかですね、まあ、今日もそうですけど秘書も連れずにあちこち出張して回るというのを珍しがられて話題にされたことがございました。その後さらに、規定を厳格化して、近距離はエコノミークラスを、使うと、例えばロシアの極東地方とかで、これ議会とも協調して、このようにうちの県はさせていただいたりしています。まあ、やっぱり普通の暮らしをしているものとしてやっていくべきではないかということです。でまた予算編成も大変長期が多いところです。でこれも、考えてみると意思決定は予算書一つなんですよね。だから、例えば課長査定、部長査定、知事査定とあったり、国の役所なら主計官だとか、主査だとかですね、それから次長やあるいは局長やら大臣だといろんな折衝があります。そのために同じような資料を作っては壊し、作っては壊しをして毎回数字を積み上げて大変な作業をするわけですね。バカバカしいです。ですから鳥取県では、年内は政策関係の経費は、積むなと、予算編成するなと。でその間はどういう事業を来年やろうと大いに議論しようと。でそれで1月の年明けから号砲を鳴らしまして、じゃあ予算編成しようと。で予算編成の査定は、知事1回で終わると。でこれだけで相当超過勤務減るんですね。で財政当局も12月の最後の日なんか家に帰って紅白が見れるって喜んでるわけです。で当たり前と思うかもしれませんけど、これ実は他の役所では難しいことであります。でこのような改善運動をいろいろと展開をしまして、事務の合理化を図っているということです。この時間外勤務も減ってきています。で県庁の組織もですね、改革をして、例えばどこでもいるような次長っていうポスト、これまあ、本人もかわいそうだと思うんですね。例えば部長が忙しい時に挨拶に代わりに行けたとか、それから会議に出て部長の隣でじっと聞いてて時々意見を言うとかですね、典型的にそういう仕事です。で、まあ、それよりももっと能力が活かせるはずですから、本当の仕事を色させる、そういうポストを作って、この次長というものを廃止をしたんですね。でこれだけで定員が減るわけです。でそれでまた行政のスリム化にもつながるということです。で女性の登用も進めようと、まあ、私が就任する前は、5%、6% というぐらいでありましたけれども、現在管理職女性が 17.7% です。東京に次いで全国2位です。で一番ポストの少ない県で、これは結構大変なんですよね。で部長については全国1位の 20% であります。特に議会の答弁権を持ったひな壇と言われる人の登用は、そう多分ダントツに多いと思いますね。
でよく仲間の首長さんとも話するんですけども、女性を登用するんだったら研修をしなきゃいけないとか言うんです。そんな必要ないんですよね。つければいいんです。でやっぱりそこの職についてやっぱり人間トレーニングされてきますし、私もかっての上司で女性に答弁をさせることは議会では無理だみたいに言って、あの女性を部長にしないんですね。しかし、まあ、そんなこともなくて、できますし、さらに言えば、まあ、私がもし問題があればあの議場でフォローすればいいだけのことであります。簡単なことなんですよね。私の家の中でもそうです。まあ、夫婦であの口喧嘩して私は勝ったことはありません。まあやっぱり女性の方はやっぱり口が立つというのもあると思います。まあ、あのそれはまあ冗談ともかくといたしまして、まあやっぱりそこはドグマがあるんですよね。でこの辺社会 の頭を変えていくというべきではないかなと思います。また県と市町村 の縦割りを変えて、例えば雪道用の除雪、これなんかも、まあどんどんですね、改めていけばいい。町道は町、県道は県が書くんではなくて全部町にやってもらう。でお金だけ県が払う、こんなことを鳥取県では始めさせてもらいました。またあの林県との連携を進めたりしております。またあの地方創生も、まあ、あの人口減少県でありますので、全国に先駆けて進めて、今あの去年は1952人引っ越して、きました。であの移住応援メンバーズカードでも作りました。子育てパスポートというのがどこの県も今やり始めてます。あれの移住者版でございまして、は結構好評でございます。また福祉を起源にして日本財団とも共同であのプロジェクトをやるようになりました。であの合計特殊出生率、子育て対策に今鳥取県力入れてます。青い方が鳥取県でございますが、どんどんと実は就任前下がってきておりました。 1.43 まで下がっていたんです。そこであの子育ての対策を重点的にやろうと。でさっき申しましたように若干のこう、経費が浮いてきた分を活用して思い切ったことをいくつか始めました。一つは子どもの医療費助成でありまして、高校卒業まで全部あの対象とすることにいたしました。それからあのこれもよくびっくりしたんですが、中山間地では保育料を全部 無料化する。で半額あの県が出しますということで、取り組んでいただいてます。でここに握手している若狭町というところ、ただ初年度の予算はこれ関係900万です。人件費1人か2人分なんです。しかもそのうちの半分は県が払うわけです。だ選択しうるんですよね。でこれ同じこと世田谷区じゃできないと思います。小さいからできる。でなぜかというと子供がいないんです、もともと。で子供が全くほとんどいないところでなんとかその子育てをする世帯を引き込もうということでやるには有効な施策になりうるわけですよね。で同じようなことを都市でもやろうと。で第3子以降完全に無償化をしたり、低所得者世帯の第2子保育料無償化、これもあのどちらも全国で初めて、最先端のことになりました。また森の幼稚園という自然の中での保育を進めようということもするなどしておりましたら、合計特殊出生率今では 1.69、全国4位まで急上昇しています。まあ、よく子育て政策は効果が見えないといって財政当局と混乱する査定が厳しいということになるんですね。国も今までそうでした。だから日本はなかなかここにお金を積み込んでないんですけれども、ただやればやっただけ効果があるんだろうというふうに私たちは思っています。まあ、経済関係もあの今 1.40 までおかげさまで求人率が上がってきました。新しい産業を引き込もうと航空機産業だとか薬品工業などの立地も求めるようになってきました。特に鳥取県で珍しいのは中小企業対策、国の経済産業省の経営革新はハードルが高くてなかなか利用できないんですよね。で、まあ、ちょっとしたチャレンジでないと中小企業できないんです本当は。でそれにふさわしい制度を作りましたらこれ爆発的に利用されております。でそれがまた中小企業の雇用にもつながって、あの県内で672人、でっかい企業を引っ張ってくると同じぐらいの雇用効果につながっているわけです。悩ましいのは若い人材が流出して帰ってこないことです。ですからこれも全国に先駆けて奨学金の半分ないし4分の1を免除する制度を作りました。企業さんにも支出をしてもらって基金を作りました。そこに県があの9割は県が継ぎ足してやるという約束で進めております。鳥取にもいろいろとです、ね、農林水産業であの美味しいものを作ろうということで頑張っております。ただ残念ながら新幹線がなかなか来ないもんですから梨で作ってしまいました。
新幹線という名前のなしでございまして、新しい甘い泉と書きます。大変に美味しいです。転がすと300キロで走ります。まあそういうようなものを作って、これ結構売れてましてね、普通の梨の倍ぐらいの値段で売れます。もう一つ新品種、鬼太郎です。その通りパクってございまして、これ鬼の代わりに輝くと、書いてございます。これも糖度が多くございまして17度ぐらいあります。これも普通の柿の倍ぐらいの単価なんですね。就農支援も農林省の一歩先を行って、実は初任給程度を保障する制度を導入し始めたら、年間もう数人だったんですけども、就農される方が、それが今100人を超えて、200人と100人の間ぐらいを毎年行き来するぐらいになってきております。まあ、林業もこれからのテーマだと思います。特にパリ協定も来ましたので、日本の場合ここが4つの貸し付けどころだと思うんですね。で、効率の良い林業をやろうと、でオーストリアの林業の今勉強もして、若い方々は本当に燃えるようになってきました。で、県産材の活用として CLT とか LVL とか、そうした新規素材なども作るようになってきております。まあ、美しい自然を生かした観光、これも鳥取の一つの魅力でありまして、特に地政学的には大陸に近いんですね。東京は世界に向けての玄関だと思いがちでありますけども、弥生の昔を考えてもそうでありますが、遺跡があるものは実は九州とか山陰の方に集中しているわけです。それは大陸に近いからです。で、アジアに経済の中心が来たなら、私たちもそこにチャンスがあるのではないかということです。で、その観光では漫画を生かして水木しげるロードを作りました。200万人が訪れる観光地になってきております。またそういうことも生かしながらですね、空港の方も実は相次いで整備をして、外国の方にも分かりやすいような、向こうの方が分かるような名前の空港に変えてきたんですね。まず米子鬼太郎空港というふうに米子空港を変更しました。水木先生まだお元気な頃ですね。で、水木先生のところに行って、調布でご了解を得て、実際これを作らさせていただきました。水木先生開校の日に、喜んでとても来られました。ご家族もこんなにお父ちゃん嬉しそうなの珍しいと言ってました。で、水木先生にマイクを向けたんですね。地元のマスコミが、実はその先生にマイク向けないでくれと言われてて、私らは逃がさなきゃいけなかったんですけども、囲まれてしまいました。水木先生その質問に答えるんです。どうですか、新しい空港、米子鬼太郎空港になりました、ご感想は、って言いましたら、鳥取県は面白いことを考えますね。大体この世の中に妖怪なんていないんですから。まさか水木先生がそういうことを言うとは思わなかったですけども、非常にですね、そういうユーモアあふれるお話をされました。今も牛三つ時になりますと、この鬼太郎空港一旦も面が降りてくるわけでございます。これ嘘ですけどね。それからそうしたら今度は青山剛昌先生っていう名探偵コナンの作者が、私に言うわけです。平井さんずるいですよ、鬼太郎だけって。いや、そんなこと言われたって。いや、もう一つ空港ありますけど、いや、鳥取空港ありますけど、でも小学館、ちょっと名前出すとまずいですけど、いろいろ判件が難しいでしょうと。いや、それはもう私は何とかしますから大丈夫です、やりましょう。で、それで本当にやっちゃったんですね。で、鳥取砂丘湖南空港というふうに名前を変えました。そしたら中国のウェイボーで話題になりました、インターネットで。鳥取県大丈夫か、湖南空港にして。毎週殺人事件が起きる。いや、毎週解決しますんで、何の心配もいらないという、オチでございました。このようなことで外国人の観光客も増えてきて、特にクルーズ船ですね。今週最後は来ましたが、33回、4万人来ました。本州の日本海側で1倍になりました。ほとんど来なかったんですけども、こういうものを今ゲットし始めているわけですね。国際リゾート、スポーツやエアエコツアーなどを組んでおります。特に皆様にもご認識いただければと思うんですが、私ども鳥取県は小さな所帯です。そこで人と人とが支え合う社会が、私はさっきの民主主義の話もそうですし、生き方、暮らしの面でも一つの理想だと思っています。で、そこで、障害者、権利条約ができた後ですね、差別解消法がこの4月施行されましたが、それもずっと先取りをしまして、
アイサポート運動という運動を立ち上げました。ちょっとした心遣いで障害者を健常者がお手伝いしましょうということです。例えば、まあ、街中に行って、そこで信号の前で、まあ、盲の方が立っておられたらどうするか、その時に、まあ、手をぐいぐい引っ張ってこっちですよって引っ張っていくのは間違いなんです。皆さんも仮に目をつぶって急にどっかへ手を引っ張られて連れて行かれたら拉致されたんじゃないかぐらい心配になると思います。まあ、ですから正しくはまずは周りの方に回り込んで、どうなさいましたか、お手伝いしましょうか、信号を渡るんですかとまず声をかけ、そしてそっとこう肘のあたりか肩のあたりか軽く手を触れて、一緒になって歩くエスコートをする、まあ、これが正しいやり方なんですね。でこういうのはちょっとした心遣い、共に生きていく上での常識があると思うんです。でこれを研修しようということでアイサポート運動というのを始めまして、こういう研修終わるとこういうバッジをつけてアイサポーターとして登録をする。でこれが今実は鳥取で始めたんですが、中国語圏、それから和歌山県、奈良県、長野県、埼玉県、また来月の初めに北海道まで広がることになりました。韓国にも、運動が展開されています。小さな鳥取県でも正しいことをやれば世の中を変えることはできるんだということです。でその派生で手話を言語と認める条例を私たちで作りました。制定した日、平成25年10月8日は全国のろう者の皆さんが議場に集まられました。それで、静けき喝采をこうやって拍手の手話で送られたんです。本当に感激的な一瞬でありました。以後これが他の自治体に広がります。今54自治体で制定されるに至っております。まあ、これを若い方々に広めようと、で手話パフォーマンス甲子園ということをアイデアを出しまして、今毎年するようになりました。過去3回実施をいたしました。毎回紀子様、佳子様、といったご皇族の方もお見えになるぐらい、いろいろとご配慮をいただいております。まあ、特に佳子様が来られるたびに最近2回は、手話でスピーチをされます。まあ、これが皆様にご報道いただく、これ本当に大きいんです。まあ、それを見た子どもたちが手話を勉強しようということになるんですね。実は子どもたちに手話を勉強させる、学習させるがろう者の一番の願いだったんです。なぜかと申しますと、たとえ挨拶程度でもいいんです。でそういうことを、まずは学んだ世代が大きくなった時にはちょっとした手話をお互いできるようになる。今までコミュニケーションできなかった人が筆談につなぐまでの簡単なやり取りができるようになる。まあ、それをみんな夢見てるんですね。でそのためにも高校生に対してこういう甲子園をやってみようということに踏み切ったところです。まあ、さらに障害者の文化芸術、これを広げていこうということで35の都道府県のご協力をいただきました。まあ、正式に東京オリパラの、まあ、文化オリンピアード の、 イベントに位置づけられました。で10月の30日、来週の末ですね、鳥取県米子市でそのキックオフが行われることになります。まあ、ぜひ、障害者の内面における輝き、皆さんが私たちと同じように、そうした才能もあり、頑張ろうとしていることを見てやっていただければなと思います。ベートーベンが第九を作曲したとき耳が全く聞こえてないんです。しかし後世に残る芸術作品ができている。まあ、ですから、障害者だ健常者だというのは私たちの偏見なんだと私は思います。まあ、そういう意味で、それをよく皆さんに理解していただく機会になればなというふうに思います。鳥取はまあ、お肌が綺麗な人多いと言われるんです。まあ、島根県と並んでよく言われますが、これはある、化粧品会社系のシンクタンクが調査しますと、鳥取は一番ストレスが少ないところだということがこの度出ました。特にママ友のストレスがないんだそうです。考えてみると子どもの数そんなに多くないもんですから、お互いに協力し合って子育てするんですね、コミュニティの中で。これが良かったみたいです。まあ、逆に高齢者が多いもんですから介護のストレスは東京とかよりは高めに出ます。まあ、それでも差し引きしますと鳥取がナンバーワンということになりました。まあ、そんな意味で、おっとりジェンヌ、まあ、こういうですね、女性の方もストレスなく暮らしていける、まあ、そんな県を目指していきたいなと思っております。
でいよいよ、カニの季節になってまいりました。11月の6日にズワイガニも解禁されます。カニの季節になりまして、鳥取県も今年、カニ取り県に改名をいたしました。カニが取れなくなればまた鳥取県に戻します。季節に応じて、県名は変わる季節ものでございます。それで、今鳥取に泊まっていただくとですね、ウェルカニキャンペーンということをやってまして、抽選でカニが当たるということです。で実は去年の11月7日の初競りの時に鳥取のカニは70万円という高値がつきました。五月星というブランドで、これ福井県の越前ガニと上回ってぶっちぎりのダントツ1位だったんですね。すごいことになりました。でいろいろとこれまでブランド対策やってきたことが生きてるのかなとみんな喜んでおります。ただ問題がありまして、それを競り落とした、仲買人さんが、売るに売れなくなりまして、さらに自分で食べると怒られそうだということになりまして、あろうことか結局ですね、県にご寄付いただいたんです。で私も感謝状差し上げましたけども、70万円のカニをですね、私どもの方で寄付いただいて、カニの博物館のようなところございますので、そこで、生きたまま展示させていただいたんです。そしたら年末に NHK のローカルニュースで、訃報が流れました。70万円のカニがお亡くなりになりましたという、その年最後の悲しいニュースだったわけでありますけども、ですがこの功績を称えようと今度は剥製にいたしましてですね、今年のカニのシーズンにまたそれをお披露目しようと思います。多分世界で初めて剥製になるズワイガニだと思います。そんなわけでありますが、ジャマイカの陸上チームが鳥取で合宿をされます。その時去り際に、ワッツさんというこちらの監督がおっしゃいました。ジャマイカは300万人もいない人口の島国ですと、小さな島国です。しかし陸上の短距離では世界一ですと。鳥取は人口が日本で一番少ないと聞きましたけれども、鳥取だって一番になれるはずです、頑張りましょう、そんな言葉をいただきました。小さいからといって諦める必要はないと思います。小さいということはむしろコミュニティの中にいろんな知り合いがいる、そして現場にすぐ行くことができる、つながることができる、本当の知恵がある、また意を通じ合うことができる、みんなで意思を束ねればどこにも負けない力になりうる、そして私たちには小さくても輝くような彩り、それを発揮することができるはずだ、私たちの上にも吉兆の印である彩雲がやってくるだろう、そういうように思います。小さいというのは小さいである、そんなことを信じながらこれからもやってまいりたいと思います。皆様のご指導たまりますようお願い申し上げます。本当にありがとうございました。ぜひ鳥取に来てください。ウェルカニはい、どうもありがとうございました。時間が限られているためにパワーポイントのページもだいぶ飛ばしながらお話をいただきました。足りないところをパワーポイントをご覧になるか、ぜひご著書をお読みいただければ、その、もう少しどう苦労されたのかというようなこともお書きになられていると、読んでいただきたいと思います。時間が限られてますので、せっかくですので、会場の方から早速ですがご質問をお受けしたいと思います。ご質問ある方は教習の上ですね、ご所属をお名乗りの上、質問していただけますでしょうか。いかがですか、会場の方からどなたでも。はい、どうぞ。マイクそちらあります。読売新聞のメディア局の田口と申します。ですね、知事に質問をいたしますけれども、鳥取県の目指す方向というかですね、それを教えていただきたいんですが、例えばそのこれからですね、その企業を誘致する、人口を増やすということで、その大きくしていきたいのか、それとも、今ある大きさサイズを守りながらその豊かになっていきたいのか、そのどちらの方向性を目指しているのかというのを、教えてください。ありがとうございます。田口さんの方から多分おっしゃっていただきたかったのは、鳥取県としてですね、これからの方向性として果たして活力なのかどうかということだと思います。で私は豊かになるチャンスというのはあると思ってまして、どちらかというと後者に近いのだと思います。
ただその中でですね、私ども今移住のお客様、さっき申しましたように1952人と、圧倒的にまあ増えてきているわけでありますが、その根本にあるのはですね、多分東日本大震災の後、とてつもないパラダイムシフトがこの国で起こり始めていると私は感じるんです。平成19年から、実は私どもの方で移住政策を、県がやるようになりました。まあ、ただなかなかうまくいかなかったですね。それでいろいろ試行錯誤をします。例えばお試しの住宅を、用意しましょうとか、また、例えば家の水回りが使いにくいとどうしても家庭として暮らしづらい、それは古民家がいいと皆さん単純に考えますけど、暮らすことも大変ですから、でその辺の支援策を市町村と一緒にやりましょうとか、いろいろと順番にやっていったんです。だんだんとこう増えてきましたけれども、急にやっぱり変わってきたのは東日本大震災の後だと思うんですね。でこの国の国民が求めているのは、多分それまでの何かがむしゃらに、例えば東京的なものだとか、それから金銭的なものを求めることだけでなくて、本当の意味の生き物として生きていくことの幸せ、そちらの方に、まあ、価値観がシフトしてきてるんじゃないかなと思います。だから、すぐに海水浴にも行ける、なんだったらすぐに温泉にも行ける、冬はスキーもできる、子どもたちは遊ばせる、そういう広い、公園がある、まあ、そんなような、鳥取が実は子どもを育てる公的地として選ばれ始めているのではないかと思います。ちょっと前では考えられなかったことです。ですからそういうことで、本当の豊かさを作るのであれば、こういう暮らしやすさ、子育てだとか、あるいはグランドゴルフ、鳥取県発祥なんですけども、こういうことを通じて、お年寄りの方々が、生きがいを感じていただけるような、そういうあったかいコミュニティ作り、これが実は人を引きつけることになり、その方々がまた新しいビジネスをしていくことで豊かさというのは生まれてくるんだと思います。だからちょっと前は、とにかく札びらでですね、お金でどんどんいろんなものを引っ張り込むと、でそれが将来の投資だということだったです。でそれも確かに必要です。最低限の高速道路のネットワークだとか、そういうことは必要でありますが、多分最近のトレンドとして本当の豊かさのためには、暮らし、心の問題、そういう人々の支え合い、絆、こちらの方を、むしろ強調する方がいいのかなと思っています。まあ、そんな意味で子育てだとか障害者政策、その辺に重点を置くことで、鳥取らしいスタイルが生まれてきていると思っております。よろしいですか。はい、他に、じゃあ先に、産経新聞の柏山です。面白いお話の後でですね、野暮なの政治向きのことを伺って恐縮ですが、今年の参議院選挙で合区という制度が発足しましたですね。知事は選挙制度の専門家でいらっしゃる。でその選挙制度のご専門家、それからですね、現場の知事さんとしてですね、この合区という制度ですね、いろんな議論がありますですね、与党から野党からもですね、次の選挙ではどうするかとか、そのあたりをですね、こう2つのお立場からちょっと伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、柏山先生には海外の選挙も含めてですね、まあ、いろいろとこれまでもご指導いただきました。アメリカでは上院は各州代表が、1人ずつ選ばれる選挙をしております。で多分日本の参議院選挙が作られた時に、アメリカ流の民主主義を導入しました。その時に上院のイメージとして、地域代表というのは確かにあったと思います。現に、当時昭和21年の、大村担当大臣の、国会における提案理由説明でもその趣旨のことを言ってまして、地域代表としての地方区ということを説いておられました。まあ、ですがそれが時代とともに今変わり始めているのだと思います。で確かに投票価値の平等というのは憲法14条に基づく、大切な価値観でありまして、これを否定するものでもいささかもございません。しかし私たち現場の方で、実際にやっておりますと、危惧するのは我が国のデモクラシーのスタイルとして、どういう姿を後世に残すべきなのか、それをきちんと議論しなきゃいけないというふうに思います。まあ、なぜならですね、明治維新以来、
不見制というかつての法律がございましたが、その不見制の昔からそこには議会があり、そこで意思の統合を図るというのがこの国の政治システムだったんですね。ですから戦前戦後を通じまして都道府県をまたいでこういう選挙区設定をしたということは正直ございません。比例代表のようなものとか全国区のようなものはまた別でありますけれども、こういうものではなかった。でその都道府県がじゃあどういう役割を果たしてきたかであります。例えば教育のことであれば PTA の連合会都道府県単位にございますね。でそこで例えば子どもたちの教育についてこういうふうにしようということでみんなで話し合ってまとめてくるわけです。JA さんのような農業団体も都道府県ごとにあって、都道府県ごとに自分たちの県の実情に応じるとこういうことを政府に要求していこう、国会に申し上げていこうということを、みんなで衆議一決して決めるわけであります。議会も実はその統合機能がありまして、私自身もいわば、その統合機能を果たすべきものでありますが、いろんな民意を一つにまとめる、それが県議会という場であり私のような首長の存在であります。でこの存在というものが一つあってその実態が都道府県というのがあるんだと思っているんです。すなわち民主主義のユニットとして機能しているものといえば、まあ、都道府県がやはりあるだろうというふうに思います。まあ、ですから本当の意味で自分の声が国政につながるという感覚を持とうと思いますと、やはり都道府県という単位を議員の選出単位にすることに私は合理性があると考えています。まあ、現にそういうことで戦後の民主政治は作られました。そしてその後の大法廷判決、昭和58年がリーディングケースになりますが、そういう都道府県ごとに選挙区を設定することに合理性があって、立法裁量権の範囲内だという判例が実は確立していたんですが、まあ、最近その投票価値との関係で、まあ、そこが最高裁の方で揺らいできているという状況だと思います。私はもう一度この国の民主主義のことを考えると、この選挙区の単位については私はもう一度議論する必要があるのではないかなと思います。まあ、実は深刻なことで言いますと、鳥取県あるいは徳島県や高知県もそうだったそうでありますが、投票率がかなり下がりました。私どもは全国でだいたい1位2位を争うぐらい、まあ、投票率が高い県なんですけども、月並みな投票率になりました。もっと深刻なのは、無効票が増えたんですね。いわゆる多次記載であります。で合区反対と書く、票が現実に出ているわけです。で、まあ、この辺は私はそのデモクラシーに対する信頼の危機ではないかなと思っておりまして、いろんな立場の違いだとか、まあ、理論の違いはあろうかと思いますけども、乗り越えていかなければならないことだと思います。で今憲法論も、すべきではないかというふうに、考えているところでありまして、知事会の方でもそういう問題提起をし、先般その研究会の成果をまとめたところであります。はい、ありがとうございます。じゃあその前の方どうぞ。産経新聞の高原と申します。お話ありがとうございました。先ほどの知事のお話を伺っていると、非常にインターネットでこう話題をやっぱり作っていこうっていう意識がやっぱりあるのかなという印象を受けたんですけれども、これから新しい政策というか、まあ、観光でまあ人を呼ぶなりそういうことを手を打つにあたって、こういうことを考えているとか、インターネットを使ってこういうものを仕掛けていきたいという今後のプランというのはあるんでしょうか。はい、実はやっぱりまず、大衆全体に対するアプローチを考えますと、私はまあ、高原さんのようにペンで書いていただいて、でそれが全国に伝わるのが一番効果があると思ってます。でテレビで、まあ、例えば美しいところなり、あるいは頑張っているところを映していただく、まあ、それで共感する人が出てくるのが多分一番効果があります。でただそれともう一つですね、最近少しずつ大きくなっているのがインターネットメディアだと思っています。で観光のことで例えば申し上げますと、やはり国によって個性があるんですね。まあ、特に FIT と言われる個人旅行客が多いのが韓国とか香港とかです。
で私どもも新規にそうしたところで香港路線が今回9月の方に来たところがあったりですね、で韓国にも路線がつながってたりするわけです。で国によってはまだ団体旅行が主のところがありますけれども、そういう団体旅行が主のところは、例えば旅行会社に対するプロモーションだとか、そういうことが有効かもしれませんけど、個人客のところに届けようと思うとやっぱりインターネットなんですね。でそれで私どもでいろいろ試行錯誤してますと、今こう強化しているところという方向性ではブロガーを呼ぶとか、そういうことが実はさわさわとすぐにわからないんですけども、だんだんとこうお客さんがリピーターでついてくるのはその辺だと思われます。であと、そうしたインターネットを使ってですね、情報収集される方用の、サイトの工夫をするだとか、この辺がやはりどうしても必要だと思われます。で私どもの方で今これ NTT ドコモさんですかねと一緒にちょっと今実験事業なんかをやってるんですが、多言語対応の、観光紹介をやろうと。で私どもで国の方の特区を取りまして、参院限定の通訳案内士 の, 認定ができるようになりました。でその方々を活用してですね、今までですとテレビ電話で通訳をするってのがありましたが、相手が自分の言語が分かって観光案内できる人が向こうの画面に出てくるわけです。でインターネットを通じまして、でその方に直接話を聞いて、見どころはこんなところですよとか、空港にはこうやって行けますよとか、そういうことの情報を母国語で得られる、こんなことをですね、この度始めました。まだ実証実験なんですけども、多分、こういうような形でインターネットを使って、その FIT の方の満足度を高めることは大事じゃないかなと思っております。そんなような意味でですね、やはりマスメディアの力が多分一番大きいですけども、それを補う世界としてインターネットメディアというものも活用していかなきゃいけないと思ってます。はい、残り時間少なくなってまいりましたが、他にもう一方ぐらいいらっしゃいますか、何かご質問。はい、じゃあ先に質問大丈夫ですか。じゃあじゃあまず そちらの方から。はい、私鳥取県出身で共同通信 OG で松本と申します。今日はとっても嬉しい会見をお聞きしまして、喜んでおります。で質問といいますか感想といいますかですね、あります。観光とか今メディアを活用して PR をっていう非常にこう現代の最先端の、新しい鳥取県方向を目指していらっしゃるっていうのは大賛成なんですけど、私横浜に住んでるんですけれども、うちの近くのスーパーに物を買いに行きますとですね、大山鶏っていう鶏がありまして、それにですね味がいいという特別な何かラベルが貼ってあるんですね。よその県 の, 生産物も並んでるんですけど、大山鶏だけに味がいいっていうのがブランドがあるとかですね。それから子どもの頃、私は米子の出身なんですけれども、白バラ牛乳という大山で作ったとってもちょっと高いけれどもいい牛乳がありまして、で子どもの頃慣れておりましたらば、最近なんか東京とか横浜とかでも白バラ牛乳が結構高級なスーパーで出回ってるんですね。でそういうのとか、あとこの間ハワイに遊びに行きましたらですね、ハワイのカラカウア通りのすぐそばのところでですね、青い旗がはためいてましてですね、ラーメンの屋台村がありましたらば、食の都鳥取県っていうですね、びっくりしましたんですけれども、そういう旗をはためかして若いなんか脱サラした人らしいんですけれども、ラーメン屋やってるっていうようなことで、食べるって食、20世紀なしの時代が終わったんですけれども、鳥取県の食っていう面でも頑張ってるんじゃないかなっていう
私は嬉しい思いを持ってるんですが、農業っていうものをですね、今後鳥取県ではどういうふうにね考えてらっしゃるのかなっていうことちょっと興味がありましたの で頑張ってほしいという気持ちを込めての質問なんです。ちょっと一緒に質問を先にお聞きして、はい、じゃあ続けて質問をお願いできますか。中央区保存社の大橋でございます。先ほど来の父 の業績大変感心することばかりなんですけど、すごく気になるのはですね、相当抵抗勢力と言ったらいいんでしょうか、反対する人たちがいたに違いない、あるいはリスクだとか危険だとかいうことを次から次から言われたに違いないと思うんですが、どうやってそういう反対の意見やそういう勢力を乗り越えて実現してきたのか、そこのところをもし差し支えない範囲で教えていただけます。はい、ありがとうございます。まず松本さんの方からですね、地元の先輩としてありがたいご指摘をいただきました。ちょっとさっきもちらっと写真には出てまいりました、時間の関係で飛ばしましたが、食の都というのを実は標榜させていただいて10年くらいになりました。おっしゃるように農林水産業豊かなものがありますし、それをブランド化して売っていこうということで進めています。白バラ牛乳も乳質がいいんですね。であれはいわゆる細胞が細胞片が入っていないので日本一なんです。だから飲んでこうまったりとした美味しい深みのある味になります。成城石井さんとかですね、そうしたところでも東京でも扱っていただくようになりました。また鳥取のスイカもなかなか東京では扱ってなかったんですけども、例えば、モノレール のスイカっていうあれありますね、プリペイドカードであそこを当てるとこに鳥取スイカと書きましてですね、でこれがなんとなくざわざわっとしまして、広がってなんか鳥取はスイカかなという気分に皆さんなってきて、最近は長野ハイランド農協さんと大体1位を争うぐらい美味しいスイカとして高値で扱ってもいただけるようになってるんですね。実は鳥取まだスイカがないんですね。イコカっていうんですけど、西日本はこの度ニュースが流れまして、いよいよ来月3つの駅にできるということで、こんなことがニュースになると違うなんですが、その農業についてでありますけども、先ほど申しましたように一つはこうブランドを作って売り込んでいく、これが一つの施策でありますし、また新品種、先ほど新幹線なども含めてもっと収益力のあるものを作っていこう。また後継者の問題、これが実は大事であります。最近若い人が入ってくるようにようやくなってきました。そういう方々のために実は初任給程度を保障するような制度をですね作って入りやすいようにしたり、例えば農業法人で働くときにアパートに住むアパート代もちょっと支援してみましょうかとかいうことを始めてみたりですねやりました。だんだんとこう定着性が増えてきたですね。でそれで一つの知恵として始めたのはハローワークがあります。ハローワークだと失業した方の研修として、研修機関に行きますと学校に行きますとそこが無料で受けられるようになります。で制度を農業に使ったんですね。でちょっといろいろ国とも相談したんですが、多分よそじゃやってないと思いますけど、私どもハローワークと農業大学校とタイアップして、そういう研修制度をスタートさせたりして、非常に入りやすい形で農業に来られるようなことを始めさせていただいております。こんなことなどを通じてですね、いろいろと進めているところです。最近実は鳥取の和牛も評判がよろしゅうございまして、1頭400万円の子牛まで出てくるようになりました。各地から買い付けに来るんですね。実はもともと鳥取は和牛のその生産というか品種改良の基地だったところでありまして、ようやく最近だいぶこれも苦労しましたけども名牛が出てくるようになりまして、ベストワンツーぐらい取るようなものが出てくるようになりました。その中で白鵬85の3という牛がありまして、これが結構有名になったんですね。これは白鵬のファンのお相撲好きの方が名前を付けられたんですが、85の3というのは白木を85の3というご先祖の名前があるんです。で和牛の世界は割とこう組み合わせて名前つくんですね。で白鵬85の3というふうに組み合わせて名前をつけたのは、これが全国トップの牛になったんです。で白鵬が日本新記録の優勝回数を重ねる場所の前にですね、元気出してくださいと応援にそれ持ってったら白鵬大変喜ばれました。
でその時にただ85の3が分かりにくいもんで、県庁の職員に調べてもらって何かいい説明がないかと、そうしたらたまたま1985年3月生まれだったんですね。それで白鵬さんの宮城の部屋に行きまして、まあ、お相撲さんに投げられたら怖いですから、まあ、これ関取の横綱の名前と生まれ月白鵬85の3ですっていうふうに申し上げたら大変に喜ばれましてですね、今度はまたパレードに来るとかおっしゃってるんですけども、私も生まれて初めて嘘をつきました。まあまあ、そんなようなことがあったりしました。こんなようなことでいろいろと売り込みをしているということです。またこの度は大橋様や森本さんをはじめいろいろとお世話になりまして、今回こうした出版ということになりました。多分ですね、私自身が役所の出身だからちょっと小ずるさがあると思うんですね。いい言葉かどうか分かりません。例えば、ここの人を説得すれば物事が動くとか、例えば議会との関係でももちろん緊張感あってやるんですけども、ここをちょっと要は落ち着ければこの問題を落ち着ければ全体が可決に回るだろうとか、その辺のある程度こう小ずるさを持ちながらやっぱり調整していかなきゃいけないと思うんですね。だから多分小池さんは結構苦労されることも多いと思います。例えばあれだけのでっかな組織で、どこに何を言ったら物事が本当に動くだろうかっていうのは多分分かりにくいと思います。ただ私は役所の中で育ちましたので、彼を使えば彼女を使えば動くだろうと。でそこにただきちんと方向性もこちらで出して説得をして、やろうと。でそれで心が揃えばあとはさっといくわけですね。でこういうのはやっぱり一つのテクニックっていうのはやっぱあるんだと思います。で東京とか大阪羨ましいなと思うのは、論争してて例えば大阪都構想だとかいうことがあったりしていろいろと論争してとてつもなく議論をして、それがそのメディアでも取り上げられることで、何かこう、ステータスが上がるんですよね。でだけどちょっと考えていただきたいんですけども、それでどれほど世の中が変わったかっていうと必ずしもそうでないですよ。例えば、結論が出た、それから改革が進んだ、ちょっと考えていただくと実は論争することってのは結構な時間とお金をかけるんですね。でしかもわだかまりが残りすぎると動かなくなる。で鳥取の場合は小さな自治体なので、そういうことをやってる暇がないんですね。ですから短期間で、ある程度結論をまとめさせて、それで最後は県民ファーストで、みんなに納得してもらって、それでこれで進もうということでみんな取り込んでいくと。でこの辺のやはりテクニックっていうのはやっぱり正直あると思います。でそういう意味で私なんかはいいパートナーの皆さんに恵まれて、同志も、たくさんできて、うまくいってるのかもしれません。そんな意味で、やれてるところがあると思います。だからやっぱり小さな組織は、その辺のゲートがやりやすい、ことがあって、小さな組織の勝ち目はそこにも見えるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。まだまだご質問あろうかと思うんですが、いただきました時間が、来てしまいました。知事にはですね、会見の前に、記号を書いていただいてます。これは石仏文福図、高田露伴の、はい、幸福三節の、言葉なんですが、まあ、服を使い尽くことがない、ようにする人ほど不思議と幸せになるというお話、またいわゆる支え合いでありますけれども服を分ける、ということ、また最後の食服は将来のために教育だとか文化だとか、他の人のため将来のために服の種を植えて大きくしようと、まあ、こういうのが幸福のですね前提じゃないかというそんな一節がございます。でこれは私としてもモットーにしていることで、ございまして書かせていただきました。はい、どうもありがとうございました。ささやかです ありますけど日本記者クラブの方から記念の、お礼の品を送らせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもすみません。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれで記者会が終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。